曜日から日曜日のランチプログラムが終わります。月曜日が吉祥寺のランチ、火曜日が炎のグルメ、水曜日はラッキーデルーム、そして木曜日がオープンのランチ、金曜日はアナーキンお食事、土曜日が煙詰め、そして日曜日が総集編ということで、ね、毎日プログラムが変わりますので、ぜひ毎日一度に行っていただいて、そしてシティハンターとのキャラクターの猫が出して、どんな映像なのか注目していただきたいと思います。今ここから見てね、まあ、ちょっと見にくかったかなという方もいらっしゃるかもしれないんですが、吉祥寺この駅周辺、どこから見ても、実に見えるように、気づいたんですが、離れたところからも見えるように作ってありますので、ここじゃなくてもですね、駅の猫じゃないか、映像が見れるようになっていますので、どうぞ皆さん11月16日土曜日まで毎日映像が見られますので楽しんでいただきたいと思います。以上、吉祥寺プロジェクションマッキングご紹介しました。さあ、皆さんに改めまして、今日は吉祥寺グルメの食事を楽しみながらしてお待ちいただきます。今日は吉祥寺駅前広場におきまして、吉祥寺イルミネーションデコン式を行います。この後、ガムカバックで一斉に街中のイルミネーションが点灯します。皆さんと一緒にこの素敵な瞬間を体感したいと思います。